そんなにがっつりやんなくていいんで、もう揚げちゃいます。油揚げを2センチ程度に切ります。油揚げを炒めます。続いてきぬさやを入れます。調味料を入れて少し煮ます。溶いておいた卵を入れます。弱火にして蓋をしてちょっと待ちます。